で監視、あと手下げた時に資源にこの真ん中に手のに当たるぐらい曲げとかないと、バレないと前にこうしゃがむときにしゃがまないと曲げとかない。はい、行きます。はい、そうですね。常に下に下に資源バーにあって、いつ出るか分からない、いつでも下がれる状態を作っとかなあかんない。これは絶対ない。できたらかなを動かす。押し合いこそ、マークを変に使う。これじゃないです。マークを強さ。下に1個押し合ってみます。頭1個で動くで、左のプラスになる方向っていうのは、これより前か。前かへんけど、膝進まして、2、3センチやってみる前の点を5ぐらいで、ここで距離が高く、ここで高く。これでいかない。かかってないのか。その場面けど、ダブルジャブルで2回いきます。この3回、3種類の経験を超えてみて、1回目これにして2回目からこれを考えます。1回目、2回目、ストレート。これ立つ位置を気をつけて、これがまっすぐ。これで立てると、この2個とか読み上げない。角度こうなってると思うし、おかしいね。右側に通る。頭も1個も残ってくれる。ジャーボーの人は面白いし、こう作るのが違う。だから違います。これストレート体を回せたことなんです。こっちは。実践ではあるけど、基本は長さ。2つは、いい左。こう。うん。そして、いい。はい。ダブルのジャンプで、